村上春樹作品では印象的な雨の表現が所々に見られます。今回は雨にまつわる名シーンを紹介します。まず国境の南、太陽の西からです。ジャズバーを経営する主人公は幼馴染の女性の島本さんと再会します。主人公がジャズバーに来店した島本さんを見送り一人で佇むシーンです。僕はそこに立ったまま通りに降る雨を長い間眺めていた。僕は自分がもう一度12の少年に戻ってしまったような気がした。子供の頃、僕は雨降りの日にはよく何もせずにじっと雨を見つめていた。何も考えずに雨を見つめていると自分の体が少しずつほどけて現実の世界から抜け落ちていくような気がしたものだった。続いて世界の終わりとハードボイルドワンダーランドのラストシーンです。全てを受け入れる決意をした主人公は最後の時間を過ごします。私は雨降りのことを考えてみた。私の思いつく雨は降っているのかいないのかわからないような細かな雨だった。しかし雨は確かに降っているのだ。そしてそれはカタツムリを濡らし、垣根を濡らし、牛を濡らすのだ。誰にも雨を止めることはできない。誰も雨を免れることはできない。雨はいつも公正に降り続けるのだ。やがてその雨はぼんやりとした色の不透明なカーテンとなって私の意識を覆った。雨は比喩の中でもよく使われています。絶望的な事実を突きつけられた主人公の心情が次のように書かれています。僕が感じたのは諦めだった。広大な海面に降りしきる雨のような静かな諦めだった。僕は悲しみをさえ感じなかった。全ては音もなく過ぎ去っていくのだ。ノルウェーの森では手紙の中で雨について書かれています。主人公が精神を病んでしまった直子に送った手紙です。僕はこれまで以上に君のことをよく考えています。今日は雨が降っています。雨の日曜日は僕を少し混乱させます。雨が降ると洗濯できないし、したがってアイロンがけもできないからです。散歩もできないし、屋上に寝転んでいることもできません。机の前に座ってカインドオブブルーをオートリピートで何度も聞きながら雨の中庭の風景をぼんやりと眺めているくらいしかやることがないのです。このノルウェーの森という小説は雨の中の庭という仮のタイトルで書き始められたそうです。僕はドビッシーの雨の中の庭というピアノ曲が昔から好きで、そういう雰囲気を持ったこじんまりとして綺麗でメランコリックな小説を書きたいと思っていました。この小説を書き始めた時、そういう題が内容的にぴったりしているかなと思っていたのですが、最初に予定していたよりどんどん長い話になってきて、とてもこじんまりしたとは言えなくなってきました。だから別の題にしたわけです。続いて短編ハナレイベイからです。主人公であるサチは息子が命を落としたハナレイベイを訪れます。サチは結局1週間ハナレイの町に滞在した。毎日砂浜に座ってサーファーたちの姿を眺めた。一日に何度か雨が降った。それもタライをひっくり返したような激しい雨だった。雨が降り出すと車の中に入って雨を眺めていた。雨が止むとまたビーチに出て海を眺めた。実際に村上春樹さんはハナレイベイのあるカウアイ島の雨が好きみたいです。ハワイの島を一応全部回ってみたのですが、ここに住みたいと強く思ったのはカウアイのノースショアでした。そこには何か特別なものがあったので。自然が深く美しかった。ノースショアでは雨はよく降ります。そんなところで静かに本を読みながら小説を書いていました。素敵なところでした。最後に最新作の街とその不確かな壁からです。この作品では海に降る雨が普遍を表す観念的な存在としてポジティブに描かれています。
僕は海に雨が降っている光景を目にするたびにある種の感動に打たれる。それは多分意味というものが永劫に、あるいはほとんど永劫に近い期間にわたって変化することのない存在であるからだろう。だから僕が君との間の心の絆をもっと強いものにしたい、もっと永劫的なものにしたいと考えるとき、頭に思い浮かべるのは雨が静かに降りしきる海の光景になる。いかがでしたでしょうか。雨の日にマイルス・デイビスを聞きながら村上作品を読んでみるのもおすすめですよ。